こんにちは、桐谷美玲です。ここは私のお気に入りがたくさん集まっている Amazon ルーム。そしてそのお気に入りのアイテムは Amazon で買えちゃうものばかりです。今はいろいろと大変な時代ですよね。でもそんな中、暮らしを豊かにするためにこれだけは実現したいことってありますよね。 Amazon ブラックフライデーなら暮らしに密接した商品はもちろん、ご褒美にぴったりな商品も多種多様にお得に買えるからチャンスです。7日間実施されるのでお見逃しなく。例えば日用品や食品、値上げが続いているけれど日々の生活に欠かせないものばかりなので買わないわけにもいかないし、今年ももうすぐ終わりだし、1年頑張った自分や家族へのご褒美にちょっと贅沢なアイテムも欲しくなりますよね。日用品ももちろん欲しいものはいろいろあるんですけど、私個人的には自分へのご褒美としてコーヒーメーカー買おうかなと思ってます。こんな今だからこそ Amazon でお得に便利に楽しくお買い物一緒に始めましょう。皆さんこんにちは、オルタナチャンネルの内藤です。渋谷ジャパンです。今日はですね、はい、この Amazon ルームからお届けします。 Amazon ルーム何なんですか、ここは。はい、 Amazon ルーム、はい、こちらはですね、うん、僕たちのお気に入りをたくさん揃えた部屋。お気に入りがたくさんありますね、はい、そしてお気に入りのものは Amazon で買ったものなんです。なるほど、 Amazon で買ったもの、はい、うん、ここのところ物価高騰が起きたり、あ、そうなんですよね、はい、何かと大変じゃないですか。大変です、大変です、はい、そんな時でも暮らしを豊かにするために、うん、これだけをお得に実現したいってことあるじゃないですか。もうめちゃめちゃそれはありますよね、はい、うん、そこで今回はそれを実現するために、ほう、僕たちが Amazon でどんな買い物をしたいかをご紹介したいなと思います、うん、なるほどね。ということで、それってどんな話なんですか。はい、うん、今日はですね、旅行です。ああ、徐々に行きやすくなってきたけど、はい、ちょっと前まではなかなか行けなかったもんね。そうなんですよ、僕たちクリエイターにとっても旅行は日々の活力や新しい刺激を与えてくれる貴重な時間じゃないですか。その通り、うん、ということは Amazon ブラックフライデーで旅行グッズやガジェットをお得に新調して思う存分旅を楽しむぞということです。やったー、いいね、はい、いや、せっかくだからさ、はい、やっぱ旅動画も撮りたいよね、うん、この1年頑張った自分たちのご褒美に撮影編集用の機材もさらにグレードアップしちゃいますか。ちなみに渋谷さんにとって、はい、旅行に欠かせないものって何。まあ、たくさんあるけど、うん、やっぱモバイルバッテリー、旅行中に携帯の電池が切れたら大変ですから、うん、ブラックフライデーは7日間実施されるのでお見逃しなく。こんな今だからこそ Amazon でお得に便利に楽しくお買い物一緒に始めましょう。